川県厚木市に本社を置くコンドームの大手メーカーである。日本で最初のラテックス製コンドームを製造し、ポリウレタンを使用したコンドームを他社に先駆けて製造した。現在は岡本、フジラテックスに次いで業界3位。ヘルスケア製品事業の他に、プラスチック事業と介護福祉サービス事業を展開している。第2種医療機器製造販売業を有しており、3種類の医療機器を製造販売している。創業者の松川作は1892年、愛工郡小鮎村で、製紙工場経営者の娘として生まれ、結婚後夫に勧め医療用品卸や薬局を起こす。薬局で仕入れるコンドームの劣化に不満を持ち、夫の死後1934年朝日ラテックス研究所を設立。1944年12月厚木町に相模ゴム工業を設立。初代社長は朝日ラテックス設立で協力を得た薬剤師で研究家の竹内茂雄。1969年部内の没後松川が社長に就任、後1973年に会長となる。松川作は日本ソロプチミスト初代会長、全国商工会議所婦人連合会会長などを歴任、1985年には厚木市名誉市民となっている。相沢瞳、谷桃子、安倍真理、木口彩、戸田玲子、紺野安南、青山光、伊藤志穂の橋本里奈、森崎智美、吉野沙羅、清水愛理。ありがとうございます。